ショットはございませんので、お一人最低3試合という形になりますので。皆さんこんにちは、翔吾です。僕も、選手としてエントリーしてるんですけど、こちらの大会の、紹介をさせてもらってます。大会の運営の黒木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1回負けたらもう試合できないんですか？いえ、初めは3人のリーグ戦で行っていただきます。はい、その後に順位決定して、1位2位トーナメント、3位リーグ戦で今回分かれて試合をしていきます。なるほど。じゃあ、基本負けても試合はできるってことですか？はい。あ、なるほど。多分僕なんかは、毎日テニスができる環境にいるんで、社会人の方なんかはなかなかテニスが、週1回とか2回の方だと思うんで、こう1回負けたら帰るってなると、もうちょっと1日で経験積めるのがたったの30分ぐらいになっちゃって、なかなか上達につながらないと思うんですよね。負けても、たくさん試合ができる大会を優先して出るのが、自分の中では、成長におすすめの試合の出方だと思うので、まあ、パパさんは、賞金、なしの方も、やってますし、賞金ありの方もあるんで、レベルにちょっと、自信がない方は、賞金なしの方に出てもらえば少しレベルが下がるし、賞金付きの方でしたら、やっぱりこう、まあ、僕みたいな、プレイヤーとかコーチも、今日も全国を勝ち上がってる、学生さんも、出てたりと、ちょっとレベルが上がるので、腕試しをしたいとか、格上とやりたいっていう方は、賞金付きに出てもらえると、結構いい、レベルのテニスができると思うので、ぜひトライをしてみてください。
よ。はい、というわけで無事に決勝戦は6戦で、優勝することができてホッとしてます。はい、今日のように負けても勝ってもいっぱい試合させてもらえるので、やっぱり試合経験を積むことが大事。やっぱり同じ相手とずっと練習してるだけだと、その相手専門のプレイヤーになっちゃうので、いろんな人と、もしくは聞き手も違う人と1日でやることによって対応力とか応用力も磨けるので、どんどんそういった勝負感だったり戦術っていう面では、やっぱり試合をしないと身につかないところ、だと思いますので、ぜひぜひトライしていただいて、友達も増えると思うんで、たくさん出てみてください。